これみんなそうなんですかね。これみんなそう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 。すごいな。あそこ全部一緒だって。全部。すごい。とんでもない。こちら入り口大変混み合いますので立ち止まらずお進みください。いやー行ってきましたよ。ポケモンイベント最高に楽しかったですね。いやあれは本当にすごいいいですよ。びっくりするような規模でした。で今日はですねポケモンの神様と博多駅で待ち合わせしたんですよね。でまず食事しようっていうことになって、私が大好きなそのスパゲティのパンチョっていう店行ったんですよね。あそこって並盛りも大盛りもメガ盛りも料金同じなんですよ。まあまあそれはあんまり意識しなくていいんですけど、私は常にメガ盛りを食べるんですよね。でメガ盛り食べたらですねみんなお腹いっぱいって言うんですけど、私の場合は足りなかったですね。今日もやっぱり足りないなっていう感じでしたね。麺の量は 600g なんですけど、ちょっと私にはやっぱり 600g っていうのは少ないんですよね。まあポケモン GO の神様びっくりしてましたけどね、食べ過ぎだって。で、そこでですね、食べながら、ちょっといろいろ話聞いたんですよね。それで、すごいのがありますね、今。ポケモン GO をご存知の方は、びっくりすると思うんですけど、操作しなくても、勝手に捕まえてくれるキャラクター、いますよね、いっぱいキャラクターが。ピカチュウとか、そういうの捕まえてくれるですね、機械があるんですね。自動捕獲機械みたいなものがあって、ポケモンの神様は持ってて見せてもらいました。ちょっとこれ、まあ興味ないと思いますけど動画撮ってますんでびっくりしますよ。これご覧ください。自動捕獲装置だから光ってるでしょ。光ってます。これ撮ってる今撮ってる。あ、ポケモン撮ってるってことですね。自動にすごいな。これポケストップも勝手に回してくれるらしいですね。すごいですね。やっぱ神様ですわ。すごい。そうそう、自動捕獲装置すごい。みんな持ってます。こういう感じでですね、何もしなくても、勝手に捕まえてくれるんですよね、機械が。ポケモンを。いや、すごいなと思いましたね。で、実際にですね、イベント会場に行っても、あの機械を販売してましたね。いや、あれ人気あるんですね。私もすごい欲しかったですけど、いや、ちょっとそれやりすぎだろうと思って、ハマりすぎだと思って、買うのやめたんですよね。いや、今日ですね、イベントではですね、まず博多駅から、もうポケモンっていう感じでしたね。カピゴンがボーンと博多駅のところにいたり、あと、ピカチュウの帽子をかぶってる、若い男の子とか、まあ、女の子とか、あとおじさん、私らの世代とか、で、びっくりしたのが、おじいちゃんもポケモンやってんですね。で、そういう帽子かぶってる人いましたよ。で、当然ながらイベント会場入るじゃないですか。そしたら外人さんとか、あとですね、まあ、さっき言ったおじいちゃん、おばあちゃん、ポケモンの帽子かぶってやってんですね。孫と一緒やってんじゃなくて、本気出して二人がやってましたね。で、びっくりしたのがですね、私の世代。だいたい50ですけど、40、50、60ぐらいの世代の人で、ポケモンやってる人結構多いんですね。いやー、意外でした。私がポケモン、あれゲームですからね、子供がやる。ポケモンやってる中では、上の方の年齢だろうなと思ってたんですけれども、まあ実際上は上ですけど、もっと上がいっぱいいましたね。だから本当に、
ポケモン GO ってすごいなと思いましたよ。で、ポケモンの神様が言うには、経済効果すごいらしいですよ。福岡に泊まりに来たり、旅行で、そのポケモンのイベントのために、だから来たりするらしいので、だから、ね、ポケモン GO と言えでも、馬鹿にできないなと思いましたね。で、今日めちゃめちゃ暑くてですね、上着持ってたんですけど、結局これですね。もう T シャツ。半分ぐらいの人が上着脱いで T シャツでやってましたね。もう汗びしょびしょ。だから、まあ、涼しかったらもっと楽しかったかもしれないんですけれども、暑くてですね、汗だらだら、ね、なおかつ、歩きすぎですよ。ずーっと歩きますからね。電波がやっぱり悪くなったりするんですよ。回線がこう、混んで。で、悪くなったりするんで、だからいろんなところ動くわけですよね。そしたらやっぱ足痛くなりますね。体力めちゃめちゃ使って、5時までイベントあったんですけれども、4時ぐらいでもう帰ろうっていう形になりましたね。1時過ぎから、1時前からいたのかな。だから3時間ぐらいは、いました。まあ、あのイベントは、驚くぐらい、素晴らしいイベントでしたね。当然ながらポケモン、いろんなキャラ取れるっていうのと、あとですね、そのポケモンの凄さっていうか、その、キャラの数の多さとか、あと個体値の高さとか、そういうのを全然知りませんからね。で、あと YouTuber さんがめちゃめちゃいたんですよ。で、有名 YouTuber さん、ちょっと動画撮ったんで、ご覧いただきたいんですけど、やっぱ変わってますね、YouTuber の人ってね。一人でこう自撮り棒で、周りに誰もいないのに、大きい声で喋ってました、女の子が。で、ポケモン GO の神様はその子を知ってたんですよ。有名 YouTuber で十何万人か、13万人以上いる有名 YouTuber らしいんですけれども、すごい、可愛らしい、綺麗な人だったんですよ。でも私見てて、うわぁ、変わってんなと思いました。絶対私は YouTuber になれないなと思いましたね。ああいうことできないですもん。声大きくて、周りに人がいても関係なくて、自分の世界で、カメラに話してるっていう、それで歩いてるって、で、紹介するって、あれはなかなかできないですよ。相当な気合がいるし、相当な変わり者、あとお金のためだって割り切るとか、じゃないとあれはできないですね。それすごく感じましたね。まあ、私はだからずっと、こういう感じの動画しか作れないんだなっていうのを改めて思いました。あの YouTuber さんすごかったですよ。そう、ちょっと見てくださいよ。なんかすごいですよね。ハキハキしてて。で、写真とか、やっぱ撮られてましたね。有名 YouTuber さんだから、知られてんですよね。で、また YouTuber さんがですね、こういうのも配ってましたよ。福岡限定のシール。福岡11月、2024年11月っていう、こういう、限定のシールですね。こういうのも配ってたので、まあ本当に、楽しいイベントでした。私はまあ、帽子みたいなものはもらわなかったんですけど、子供とか、まあ、結構みんなもらってましたね。うちは私もらいましたけどね、暑いから。まあ、いずれにしてもすごいイベントで、福岡で、まあ、あと2日ですから、あと1日あるんですけど、チケットはもう完売してますから、それ考えてもですね、もう大成功だったと思いますよ。あのイベントは。いやー、びっくりするぐらい。あのイベントを目的として、海外から来てる人もいますからね。なんかすごいイベントだなっていうふうには思いましたね。まあ本日は以上です。いやー、生まれて初めてポケモンのゲームのイベントみたいなものを出て、楽しいんだっていうのがよくわかりました。それで、あと年齢関係なくやっぱゲームっていうのはポケモンは特に楽しんでるし、で、国境も関係なくて全世界の人間が楽しめてるから、すごくいいなとは思いましたね。で、これからも多分ハマりますよ。まあ今日はそんな感じですよ。ポケモンで始まり、ポケモンで終わるっていう感じですからね。本当に。まあ以上です。じゃあすいません。くだらないですよ。失礼します。